はいどうも皆さんこんばんは、ということで今日も頑張って一の子育て日記やっていこうかなと思うんですけども、お腹治りました、よし。はい、ということで元気にやっていきましょう。今日はですね、まあちょっとこの後僕ゆずおっちと出かけるんですよ。なのでまあ動画自体がですね、まあちょっと5分ぐらいの動画になってるかな、5、6分ぐらいの動画になってるかと思うんですけども、まあ夜可愛い動画がもし撮れたらまたそこにちょっと付け足すかもしれません、ということでやっていきましょう。いやー、あのね、この子がですね、ずっと朝の僕が準備してる時とか寝てたのよ。だからまあちょっと起きるまで追ってみようかなと思って、上空から撮影をしてたんですけど、僕ね起きるタイミングの時まあ見てなかったのよ。ご飯準備したりとかいろいろしてたので、そうだからどのタイミングで起きたのかなっていうのを、まあ、ちょっと見ていこうかなと思います。まあ、編集したんで、まあ、ちょっとだけ見たんですけど、カットとかしたりするのに、まあ、でもじっくり見るのは初めてなので、だって言ってる間に起きた。何にもしてなかったけど起きましたね。なんだ、そっか。まあご飯の匂いとかがしてたと思うので、まあだから起きたのかな。なんか誰かに踏まれて起きたりとかしてるのを想像してたんで、なんか面白ハプニングで起きてたのかなっていうふうにちょっと思ってたんですけどね、普通に起きてましたね。さあ今日の朝ごはんはですね、超豪華です。久しぶりに気合を入れて、まあ、土曜日なので、泡の穂とささみ、そしてブロッコリーに、今ちょうど真ん中の子が食べているのがカイワレですね。カイワレをあげました。久しぶりにカイワレを買ってきたんで、まあ、これはおちびたちに新鮮なまますぐにあげようと、まあ、昨日買ってきたんですけど。そうなので、まあちょっと久しぶりにね、あとペレットもちょっと上にかかってますけど、美味しいご飯、昨日なんかささみだけでしたからね。僕のコンディションが悪かったので。そうだから今回というか今日は美味しいものをあげようって心に決めてて、朝作ってすぐにあげたんですけど、いやーいいね、いい光景です。何回見てもいい光景ですね。で今日はですね、ちょっと僕この中に混じって、仲間のふりをしてみようと思いまして、まあ、ほんのちょっとだけね、本当にしょうもないことなんですけど、なんて言えばいいのかな、本当に僕の指先がキンクマハムスターになったつもり、この子たちの兄弟になったつもりで、動画のもうちょっとしたら流れるんですけど、指をね入れてます。そう、まあこれも匂いを覚えてもらえるようにするための、まあちょっとした一環というかさ、まあ本当に、まあ、ちょっと遊びながら、この子たちと仲良くなるためにやってることでもあるんですけど、僕のこの擬態能力をね、ちょっと見てほしいんですけど。ここからですね、このふわふわの塊に、ちょっとずつ指を、もう最初はここに指を入れたくてやってたんですよ。もうね、たまらんのですよ。本当に。もうね、なんだろう、ふわふわなの。その触り方はちょっと、ちょっとやめよう、その触り方は。なんて言えばいいんだろうな、絨毯のさ、魚出ると跡がつくタイプの柔らかい絨毯あるじゃないですか。あれみたいな感じね。伝わるかな、これ。で、そろそろ擬態していくと思うんですけど、このほら、ちょっと来た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 、一緒に
そのちゃんとママにも甘えてね、でお母さんつって重そう指の質量が重いからさ、ちょっと押されてましたね、位置がね。でまあこんな感じで一緒に食べてる風な感情を出しながら背中を撫でてますね。もうこんな撫でたいっていう感情はですね、抑えきれなかったですね。ちょっとみんな、あ、ごめんね、距離感バグりましたね今ね。カメラ構えてやってると距離感が分かんなくなっちゃって鼻にちょってしちゃいましたね今ね。うん、ということで短い動画でしたけども、夜また可愛い撮影ができたらちょっと載せるかもしれませんが、まあ、とりあえずちょっと、僕のギターの音楽楽しんでいただいたということで今日はお別れしましょう。すいません、なんかこんな動画になっちゃって申し訳ないです。ではまた、ありがとうございました。